おはようございます。チケット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。最近まあ頻度は落ちたんですけど、あの清涼飲料水、まあ炭酸水とかね、炭酸飲料とかアイスを食べる頻度が減りました。これはなぜかって言いますと、やっぱ風呂上がった後に僕はアイスとか清涼飲料水飲みたいんですよ。でもその結果ちょっとなんかね、ブニって感じがしたんですよね。もともと痩せ型体型なんですけど、ブニって感じがするんですよね。はい、間違いなくそれは寝る前にやってるからね、ダメなんですけど、だから少し控えるようになりました。友人に名も言えるやろ。今回使っていくモンスターはヘルパイレーツ、ヘルビーストヘルバトラーということでですね、ヘルがつく三人衆です。それだけです。ヘルなんちゃらとかさ、いるじゃないですか。なんか強いモンスターの名前とかにヘルなんちゃらかんちゃらみたいな。今回はその3体です。ヘルパイレーツ、ヘルビースト、ヘルバトラーということですね。ヘル三人衆でやりたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに1文字濁点つけるだけでベルになります。全く関係ないんですけどね。さあ行きましょう。まずはヘルパイレーツ行きます。乱舞に行く共食いです。それは行くぜ。海賊の舞よいしょー、いいねー。さあ、向こうのヘルパイレーツも攻撃しましょう。なんだ、おー、でもこっちのヘルパイレーツは優秀。避けます。こっちのヘルパイレーツは優秀です。まあ、お前らヘル統一じゃねえもんな。なんかよくわかんない。寄せ集めみたいなパーティーになりやがってよ。うん。いってえなー。結構食らうな。さあ、ヘルバトラー。地獄からやってきたね。バトラー、いきます。魔界の羊。ヘルバトラー。しゃあないわな、当たるところが。さあ、魔界の獣といえば、この彫像、ジゴフラッシュ、最近よく出るね。効果抜群だ。そうでもないけど。ダメージはそうでもなかったな。うん、賢さ上げてんだけどね。あ、黄金の波動じゃ意味ないね。そこ多分ね、ヘルパイレツがね、焼却処分焼却処分あーんって言っちゃったやんか。焼却処分以前の問題、通行の時期まで出てしまう始末ですよ。ヘルパイレーツが先生を取り合います。大丈夫か？それ通行？まさか。え？おー、よかったー。ヘルビーストはね、打撃に硬いから大丈夫だ。いけ！嵐の火が続きます。いけ！おー！哀愁漂う背中。これを見たいがために今嵐の火が続きを選択したまでありますからね。ヘビーアックス。ヘルバトラーに行く分には、まあ、一番痛いな。一番痛いな。そこ。身の守り上げたんだけどな。さあ、ジゴフラッシュ。このアグレッシブな動きはね、海竜にはないメリットなんですけど、海竜だったらね、口から出すだけなんですけど、こいつ、こんだけ飛び終わります。でも、まあ、この前の動画でね、ヘルビスト出てるんすよ。いや、避けんじゃねえよ、お前。まあ、出てるんで、まあ、何回も言いますけど、ヘルビスの賢さはたったの22です。たったの22で自己フラッシュを打たなければなりません。いや、これは一体全体どういうことなんだと毎回思ってますけど、ガスコさんは22です。なんで力が96もあるのにそれを活かせないのか。それはもうね、ヘルパトラーでも同じこと！嵐の雷うぅ、この背中見ろよ。哀愁漂ってんぜ。にゃん玉だな。にゃん玉だね。でも、HP がね、1616って低めなんで、もう、てか、モンスター格が強えわ。モンスターの見た目が強いよ。これ、毎回なんかちょっと言ってますけど、モンスターの見た目が強いな、なんだろうな。もう、にゃん玉もよう見たな。よう見るわ、君たちも動画でな。わかった。にゃん玉なのはわかったから。で、それね、爆弾のところ、ベルでもいいから。うん、ベルでも成立すんだよ。丸ければ成立すんだよ。てか、にゃん玉アタックは。フリーズニャンとマンドハウンドがいや成立すんだよ。同じぐらいなのか、食らうの。さあ、こっから反撃。行くぞ！アグレッシブに動け！飛び回れ！大空お前のもの！目からビーム！こんなもんか。目を開けていられないわね。あまり意味がないような気がするが。さあ、行け！海賊の前行きます。連続攻撃だ！行け！
綺麗にね、1のモンスター、ヘルパイレーツ。ね、2のレジェンドから来た、ヘルビースト。DLC のヘルバトラー強いじゃねえか、ヘルバトラーよ。なかなか、骨があるじゃないですか。じゃあ、ラストはギガスラッシュね。終わりと。よくやってくれた、ヘルバトラー。さすが、それでこそやっぱね、最強仲間モンスターの一角よ。あれ？この動画続かないんじゃないか？だって合体モンスターでしょ？一旦しか猶予ないよ。やめとけって。悪いこと言わないから。一旦だけね。一旦だけ猶予をあげましょう、彼に。本当に一旦しか猶予ねえんだよ、こっちは。ウルトラキメーラーが出てきやがってよ。さあ、嵐の行かず続けます。行きます行け！いいねー、いいダメージ出んなー。てか、ウルトラキメラ回避しなかったらダメだからな。さあ、おたけび。おたけびなんですけど、これは、攻撃技！うん。そして、こちらを避けられまい。ラリーフォームは深い眠りへと。深い眠りへと。いざなう呪文、えい！まあ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 、2回ついばむことができますけど、まあ大してダメージ食らわないでしょ。弱ー弱あんな地面破壊しといて239はちょっと弱いな。ちょっと弱いな、ウルトラキメーラ。ちょ、待って待って、本当にウルトラキメーラ弱いな。どうすんだよ。どうすんだよ、こいつ。そんな、めちゃくちゃ弱いじゃねえか、ウルトラキメーラ。ヘルビーストに攻撃したのが運の尽きだけどさ。いけ、パッチョパッチョといえばそう、とりあえず隕石が落ちてくる。くらえもう雑なとどめになっちまったよ。何しに来たんだよ、ウルトラキメーリーラー。なんだ、私と共に来るかね。嫌な予感しかしね。それでは登場していただきましょう。スターキメラ、キメラ、メイジキメラということで、ワンのキメラが大集合。ドムドーラでね、数々の勇者を突き落としてきた、そのくちばしが合体し。さあ、行こうか。賢さが一番高いと言われている、ウルトラキメーラでございます。ヘル何も関係なくなったな。さっきのウルトラキメーラの背景がですね、エルギオスの背景だったじゃないですか。なので、エルギオスに挑もうと思います。よくも私の出番を奪ってくれたなと。エルギオス様はお怒りです。さて、新しくね、新勢力となったウルトラキメイラ。その実力は俺たちヘルトリオヘルブラザーズだよ、要は。ブラザーズだとちょっと変だけど、ヘルブラザーズにさ、なんだこの鳥。いけ、ついばむ攻撃、行くぜ、おら、嘘でしょ。弱い。そして、連続攻撃、ちょ、もうちょっと頑張ってくんねえか。もうちょっと頑張ってくんねえか。314か。ホームブレイク、発進、行くぜ。ほら、もう、ヘルバトラーとかの方が火力出るぞ、これ。てか、なんだったらヘルバイエツの方が絶対火力出るんだよ。弱点つけるから。でも、お前が一番火力出ない。どうしよう、ヘルビースト。凍てつ波動から入ってくんのはオッケー。全然オッケーオッケー。ここの怒り回数のでかいな。打天使の怒り狙われるの誰？ヘルバトラーかな、やっぱり。さあ、ここで連続で、天使の断り、物理耐性がよく見えるわ。ウルトラキメイラ避けろ！うわぁ、ウルトラキメイラウルトラキメイラモルトも吹っ飛んでったけど。いけ、嵐のイカドチ、行くぜ。弱点、うわぁ、強い。ヘルパイレーツがすげえ強いモンスターに見えてきたぞ。ヘルパイレーツがすげえ強いモンスターに見えてきた。まあ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 。うわ、怒りやばいな。誰？あー、ヘルバトラーか？戦行くな。うわぁ、いったーん、こんな食らうかー。食らったねー。まだだ。まあ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 、でも、勇気をうまいこと貯めて勝っていくしかない。さあ、弱点、一応弱点取れる風属性ブレス？いけ！あー、でもこんなもんか。同じようなもんか。で、何もできない筆頭として今ね、いるんだ、君が。ジゴフラッシュ？ヘルビースト？ 158。
目を開けていられないは割とありだな。でもうん、打天使の怒りを避けれるかも。いけブリザードタイム突っ込め。天使の断り、あいいね。事後フラッシュがいい仕事するんじゃないかい。これははい、あーいいね、いいいいいい、よけいいよけいいよけ、勇気ためたい、勇気ためたいね。ここはここは勇気をためて次のターンに何とかして、もう何とかしましょう。うん、大丈夫かな、いつかどうか。まあまあまあ波動なんならまだいいだろう。まあよしとしよう。勇気貯めたいけど波動されるってのはきついな。あと合体モンスターゆえにね、勇気が溜まりづらいのもあるしな。今度はどうだ、ブリザードダイブ突進。あーブリザードダイブも強い。そうなんだよな、世にも珍しいタイプだなお前。スイバムがクソ雑魚なんだよ。効果抜群だって、まあ抜群なんだけどもさ。あーなるほどね、海賊うまいね。いけヘルパイレーツ、いけうっ、いくぜ、いいよヘルパイレーツが一番頑張ってる。ああそりゃね、眠らせたら MVP を取れるかもしれんよ。無理やろこんなもんどうすんのよ。次のターン振る技じゃん。ルビスで、あいいよけ、ルビスだね、ルビスいきます。4ターン目は振る技なんですよ。でフルアタを食らっちゃうと多分落ちるんで、ルビスの守りでね、ここは。で、できればこのターンに勇気貯めたいね。それするんだ、貯めねっかな。ウルトラキメイラが。会心欲しいね、ウルトラキメイラ。ブリザードタイム突進行くぜもう絶対言うこと聞かねえ、あいつ。あいつマジで言うこと聞かねえな。じゃあ、7と止めてもいい、止めてもいい。はいはいじゃねえんだよ、はいじゃ。おい、勇気たまんねえぞ、これじゃ。おい、情けないって。情けないって、ヘルパイレーズ以外が情けない。ルビスの守り、バダンって来たよ。え、ルビスの守りしたよ、ルビスの守り、ルビス様、私たちお守りください、ドーンハック耐えることはできそうだな。うわマダンテ2回マダンテを2回撃って、おい原作、原作のこと考えてよ。おいマダンテ2回撃ってきたぞこいつ。まあ撃つんだけどさ、マダンテ2回ルビスなんか死んでたらどうする、おいどうすんだ、勇気たまんねえぞこれ。うわーヘルバトラーやってくれた、勇気たまってない。ええ、何本はおたけびついばむあー頑張れヘルブラザーズ、頑張れ、削り切るか、削り切るっていうの手もあるぞ、ワンチャン。連続攻撃、いけ、ツイボム、お前の勇姿を見せてくれ、ウルトラキメイラ、ウルトラキメイラ。お前ね、多分ね、EX 界で紹介されてると思うけどね、ろくなとこないんだよ、お前。焼き鳥だってだけなんだよ。だから、ここでいい活躍をしてくれば、おーい、波動を。オッケー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 。さあ、どっちの波動だ、でもこれ。ここでラリホーマで止めたらお前英雄になれる。ラリホーマ効き目はどうだ、なあ効くわけねえわな。いや、おたけびで止める、おたけびで止めます。うわーくそ、あわー避けろ、ウルトラキメイラは避けろ、まずウルトラキメイラは避けよ、頑張れ、怪しい富なんかに、よ、やられてたまるか、避けた。避けたな、避けはした。全然ダメやった、ヘルブラザーズたちは。